お嬢のバッグにプロのショコラティエがついていようが関係ない。作るのはお嬢だ。ましてザッハトルではチョコレートケーキの王様。ショコラティエを目指す者として絶対に負けるわけにはいかない。ドキドキするです。大丈夫よ、イチゴたちならね、ショコラ。知りませんわ。まだカシナのこと怒ってるの？いい加減機嫌直して応援したら？嫌ですわ。カシナなんて絶対応援するもんですか。これよりケーキグランプリ準決勝を始める。まずチームイチゴ、対するはチーム小城。準決勝の課題はチョコレートケーキ、テーマはラブ。制限時間は3時間。用意スタート。お前たちはザッハーマッセを頼む。俺はショコラーデングラジズユールをやる。わかった。何しろって？お前らはザッハトルテの生地を、俺はコーティングのチョコを。行くわよ、佐藤、塩谷。美味しいザッハトルテを作るわよ。はい、お嬢様、完璧です。あっちもザッハトルテ気になる？いいわよ、大サービス。私の作るケーキを見せてあげるわ。ザッハトルテを土台にしたハートがいっぱいのラブラブケーキ、素敵でしょ？似てる、似すぎてる。っていうかあれ、どう見てもイチゴちゃんのを元に華やかにアレンジしたものだよ。天野、お前デザイン画をあいつらに見せたのか？そんなことするわけないでしょ。仲間を疑うのか？確かめてるだけだ。二人とも今は喧嘩してる場合じゃないよ。あゆかわさん、お嬢様、遅れてすみません。待ってたわ先生。チーム小城の4人目のメンバーが到着しましたわ。あゆかわさんがチーム小城のメンバー？遅刻は感心しないな。すみません。まあまあ、幸い始まったばかりですし、早く入りなさい。はい。私、デザイン画をあゆかわさんに見せちゃった。寮でアイディアを考えてた夜に。これ、え、グランプリで作るケーキ。うん、そう、土台はザッハトルテ。これにいろんな愛をデコレーションしようと思って。全部話しちゃった。じゃあやっぱりデザインが盗まれたんだ。バカ、なんでチーム以外のやつにそんなこと言うんだよ。だってクラスメートだから。
まさか小城さんのチームだったなんて。いちごちゃんを責めるな。悪いのは盗んだ方だ。鮎川さん、どうしてこんなこと。ケーキのデザインを探るために私に近づいたの。何のこと。だってあれ、私のデザイン。言いがかりはやめて。証拠でもあるの。それはこんな卑怯者。私が天柱を下してやりますわ。イエーイ。ショコラ、ダメよ。もう公共機使っちゃう。冷静に落ち着いて話すのですわ。どうしよう、私。今は済んだことより先のことを考えよう。ケーキのデザイン変えようか。今からじゃ無理だ。リンゴちゃんのバースデーケーキの時もデザインを盗まれたけど、なんとかなったじゃないか。あの時とは訳が違う。グランプリなんだぞ。ただでさえザ・ハトルテを作るには目いっぱい時間がかかるってのに。もう時間がない。予定通りやるしかないよ。両チームともザ・ハトルテ、先ほどの彼らの話が本当なら不正が行われていた可能性もある。理事長、どうしますか。これぞまさしく甘い戦争ですね。ザッハトルテはオーストリアのウィーンで生まれた名家です。あまりに人気が出てしまったため、その名前の使用権をめぐって裁判が起こされたほど。その裁判は7年にも及び、甘い7年戦争と呼ばれました。ですがその後ザッハトルテは世界中に広まりました。ぶつかり合いによって何かが生まれることもあるのです。この勝負の末に何が生まれるか見守りましょう。バター。はい。卵黄。はい。次、チョコレート。はい。アーモンドプードル。あとバニラオイル。はい。あっちは順調みたいだね。チームワークや。お嬢を中心によう回っとる。チームお嬢、侮れんで。どう？この華麗な手さばき、私が本気を出せば不可能はないのよ。私はやればできる子なのよ。塩谷、お嬢様があんなに嬉しそうに高笑っていらっしゃるぞ。あと、お嬢様があんなに生き生きと。お嬢様は幼い頃はなかなかお笑いにならなかった。何を差し上げても満たされることなく、いつもつまらなそうで、ずっとご機嫌斜めだった。でも入学してカシノに出会っておかわりになった。毎日嬉しそうに学園に通い、毎日楽しそうに悪だくみ、そして今生き生きとスイーツ作りをなさっている。あんなに楽しそうに。見てらっしゃい、天のイチゴ。勝つのは私よ。私たちの喜びはお嬢様の笑顔。それが私たちのラブ。テンパリングができてる。やっぱりムッシュレオンの力か。一流のショコラティエの教えを受けたから、お嬢はプロの技術を身につけて。どうしたんだ。作業中にぼっとするなんてらしくないぞ。悪い。これは38度。グラサージュフォンダンショコラの温度は32度を絶対に超えちゃいけないのに、何をやってるんだ。そんなバカな。火の強さに異常はない。どうして。あら、何の騒ぎ。彼らの調理台めがけて強い温風が吹きつけるようにしておきました。チョコレートは温度管理が重要ですから。よくやってくれたわ、ヨーコ。あなたは本当に気の回る人ね。ありがとうございます。こっちも手伝ってちょうだい。はい、お嬢様。パティシエールを志す者はたくさんいる。セントマリー学園を卒業したって必ずなれるとは限らない。確実にパティシエールになるためには強い後ろ盾が必要なのよ。シャトー製菓の力があれば、嫌われたっていい、罵られたっていい、私はパティシエールになりたいの。どんな手を使っても。イチゴ、大ピンチじゃない。一体何がどうなってるんだ。カシノ、あり、あったかい風です。あれ、ぬくぬくです。あり、
静かにするですわ。ごめんなさいです、風が強くて飛ばされてしまうです。風？あ、ねえ、おかしくない？何がですの？だってドアや窓は全部閉まってるんだよ。どこから風が吹くの？そういえば あそこだ。いちご、あそこから暖かい風が吹いてるの。もしかしたらあれが原因じゃない？え、エアコン？本当だ、この調理台めがけて風が吹いてる。しかも暑い。誰かエアコンのスイッチを消してください。お願いします。エアコンを切ればええやな。任しとき。止まった。でもチョコが、もう一度冷やせば。ダメだ、チョコレートは一度高温になってしまったら味が格段に落ちる。先生、アクシデントや。この勝負はなしや。甘えたこと言わないで。え？環境はいつも同じとは限らない。気温や湿度を考え、湯煎の温度や時間を変えたり、冷却を加えたり、いろいろな調整をしながらスイーツを作る。パティシエールにはそういうことも必要なんじゃないの？鮎川の言う通りだ。状況に合わせた作り方をするのも大切な技術だ。ご愁傷様。まさかこれもお嬢の仕業か。汚い、汚すぎるよ。まさしく女帝。ダメだ、これじゃ負ける。ダメだ、これじゃ負ける。もう一度やり直そう。急げばまだ間に合う。もう間に合わない。カシノの手はいつもチョコレートの香りがするよね。え、私たち知ってるんだよ。カシノが毎日毎日、一日も欠かさずテンパリングの練習をしていること、それってすごい愛だと思う。愛？カシノはチョコレートが大好きなんだよね。好きじゃなきゃそこまでできないもん。カシノは愛なんてわからないって言ってたけど、立派な愛情持ってるじゃない。そんな大したもんじゃ。大したもんだよ。君みたいなチョコレートバカ、めったにいないよ。少なくともこの学園では間違いなく一番だ。花ぶぞ。そうだよ、いつもチョコだらけになってるその手が何よりの証拠だよ。アンド、大好きなチョコレートでしょ。諦めちゃダメだよ。最後の最後まで頑張ろうよ。愛なんてよくわからない。でも美味しいチョコレートを作りたいって気持ちは誰よりも強い。チョコレート勝負で負けるわけにはいかない。みんな手を貸してほしい。頼めるか？もちろんだよ。ああ、当然だろ、チームなんだから。俺は勘違いしていた。技術があれば一人でもなんとかできると思い込んでうぬぼれていた。一人でも作ることはできる。でも仲間と力を合わせればきっともっといいものができるはずだ。ザ・ハトルテがいろんな国でいろんなアレンジをされて広まったみたいに、仲間のためにも俺は諦めない。最後の最後まで。できたわ。見なさい、私の素晴らしいザ・ハトルテを。あら、おお。よし、あとは飾り付け。もう時間がないよ。いちごちゃん急いで。そこまで。制限時間はきっちり3時間だ。手を引きなさい。デコレーションちょっと余っちゃったね。だけどきっと大丈夫よ。ではまず先に完成したチームコシロのケーキから。愛情っていろいろだと思うんです。形も色も大きさや重さも人それぞれみんな違う。そんないろんな愛をこのケーキに表現してみました。
天野さんが考えたコンセプトと全く同じだよ。こっちの情報を盗んだのは間違いないね。今私には大好きな人がいます。私の胸の中はその人に対するラブでいっぱいなんです。このハートだらけのケーキみたいに。うん、胸がハートでいっぱい、恋愛とはそういうものだな。おや、金島先生もそういう経験がおありで？あ、昔のことです。確かにこのケーキからは強い思いが伝わってきます。うん、悪くない。美味しくできていますね。ありがとうございます。次はチームイチゴ。ほほう、これは美しい。まるで鏡。あえて鏡のように艶を出すアレンジは初めて見るな。ムッシュレオン、マイフォーク。トレビ、すごいよカシノ、ムッシュレオンが素晴らしいって。やったね、カシノのチョコレートがプロのショコラティエに認められたんだよ。プロだからわかるんだよ、君の技術が本物だってことが。ほらカシノ、メルシー。ちょっとレオン、どこへ行くの？私の命令が聞けないの？お待ちください、ムッシュレオン。お嬢様のお話を。お嬢様、レオンは義理は果たしたと言ってます。フランスへ帰ると。パパに言いつけるわよ。もうあなたのお店に高級チョコは回らない。それでもいいの？もう自分勝手なんだから。ザッハトルテに様々なハートをデコレーションした点がチームコシロとよく似ているな。こちらのケーキのコンセプトは？それは、俺は今回のテーマ正直よく分かりませんでした。でもチームのみんなと作ってるうちになんか少し分かったような気がします。心を込めて作りました。審査よろしくお願いします。お願いします。人間って面白いことしてるのね。ケーキグランプリ準決勝の結果を発表する。味、技術、テーマ、表現力、以上の4つについてそれぞれ10点満点で評価した。まずは味と技術、チームコシロ味7点、技術6点で13点、チームイチゴ味9点、技術10点で19点。やった！なんで？どうして？私はプロから特訓を受けたのよ。テンパリングというものは何年もかかって習得するものだ。少しばかり特訓したからといってできるものではない。カシノ君、君の努力が目に見えるようです。ありがとうございます。さすが私の誠君。でも悔しい。次はテーマと完成度。チームコシロ、テーマ10点、完成度9点、チームイチゴ、テーマ7点、完成度5点、合計チームコシロ32点、チームイチゴ31点。よってチームコシロの勝ち。やったー、おめでとうございます。お嬢様大勝利。負けた。そんな、私のせいだ。私がデザイン見せちゃったから。違う、天野、お前のせいじゃない。まだ終わってませんよ。終わってないってどういうことですか？グランプリはまだまだこれから。君たちにもチャンスはありますよ。3位決定戦がありますから。3位決定戦？3位決定戦、すっかり忘れてたよ。ああ、勝ち抜けばパリへの道は残ってる。カシノ、次も頑張ろうね。また一緒に。一緒になんて無理ね。誠くん、約束したわよね、負けたらチームコシロに入るって。確かに約束しましたよ。証拠もあります。もしも負けたら私のチームに入ってちょうだい。いいですよ。これはラブというより女帝の執念。
相手は卑怯な手を使ったんだ。行くことないよ。それでも約束は約束だ。今までサンキュー。お前らとチームになれてよかった。カジノ、カジノ心配してくれたのに悪かったな。こんなバカなパートナーで。ごめん。カジノ、今度はもっとマシなパートナーを選べよ。バカバカ、カジノは本当におバカ者ですわ。何があっても私はずっとパートナーですわ。マコトくん、よーく見なさい。天の一号、マコトくんは私のものよ。バニラランラン、ショコラランラン、おいしいわうれしい、キャラメルル、お次はカフェ、最強で最高のチームメイ、朝が来る夢が始まる、眠い目をこすったらエントリー、甘いイチゴ一円、あなたにあげたくてスイーツに無我夢中、プレビアン初恋はお預けね、なんだかが夢色パティシエールはコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。まだまだ続くよ。夢色マジカルエッセンスザッハトルテ、オーストリアを代表するチョコレート菓子ザッハトルテ。こってりとした濃厚な味わいが特徴だよ。ザッハトルテは小麦粉、バター、チョコレートなどで作った生地を焼いてチョコ味のバターケーキを作り、あんずのジャムを塗ってから溶かしチョコレート入りのフォンダンで全体をコーティングしたもの。おいしそう。もともとはホテルザッハで作られ、その作り方も長い間秘密にされていたんだ。その後ウィーンの名店デメルトの裁判の原因にもなった名物菓子だよ。今では世界で最も知られるお菓子の一つなんだ。味が大事に守られてきたからこそ、今ではチョコレートケーキの王様と呼ばれるまでに有名になったんだね。ついにマコトくんをゲット。先輩、俺は俺のやり方でやりますから。いやー、かっこよすぎ。もうどうにでもして。あー、こら、カシノから離れるですわ。この女はどこまでずずしいんですの。私にも喋らせてよ。次回、お嬢帝国の悪夢、イチゴの夢色スイーツ召し上がれ。